やっとこの時が来ました。僕が高校3年生現役時代に受けた大学が、まあ、名古屋大学って言うんですけど、僕はね、名古屋大学に、まあ、A 判定で落ちてるんですよね。はい。で、普通に受けたら、受かってるはずだったんですよ。それが、落ちてしまった。なぜか。そう。確率全科式が、出ないからです。動画でね、たびたびね、確率全科式ってよくね、僕の動画で出てくると思うんですけども、これは何かっていうとですね、まあ、難しい。とりあえずその難しい分野が、まあ、この名古屋大学ではよく出てくるんですよ。で、僕は当然対策はしていったんですけど、なぜか、解けなかった。うん。まあ、なんで解けなかったかって言われると、多分、まあ、焦ってただけ。はっきり言うけど、過去の成績なんか関係ない。まあ正直ね、まあ、このね、この確率全科式っていうものが解けなかったおかげで、僕、今の僕があると思ってるんですよね。というわけで、まあ、そろそろ、この確率全科式とは、もうお別れしようかなということで、はい、もう今回やっていきたい企画。受験から10年経ったけど、今焦らずに、ゆっくりこの時と精神の部屋で、密室空間でゆっくり解いたら、さすがにノーヒントでも、解ける説今からね、もう僕は、密室、この密室で、解けるまで、この部屋から出ません。もう意地でも、思い出します。解き方含めて。はい。今絶対に、もうノーヒント。今回ヒントなしで、もういい加減ね、もうこれで俺最後にするわ。それぐらいの気持ちで今回やっていく。というわけで、やっていきたいと思います。気をつけ、お願いしまーす。俺はもう絶対ね、みんなと一緒にクリアしたいんで、みんなもね、もうこれを機に、もう覚えて帰ってください。はい。じゃあちょっと問題読みます。A0 イコール0000とする。整数 N1 以上に対して、次の試行により行列 AN-1 から行列 AN を定める。ね、全然正直覚えてなかったです。はい。行列の問題だったよね、そもそもな。数字の組、1112、2122を1枚ずつ、1つずつ4枚の札が入っている袋から1枚を取り出し、その札に書かれている数字の組が IJ の時 AN-1 の IJ 成分に1を加えた、ちょっとね、この時点でちょっと、ね、って感じなんですけど、とりあえずまあ入ってもうなずいときます。この式を N 回繰り返した後に A0、A1、AN-1 が逆行列を持たず、AN は逆行列を持つ確率を PN とする。ちょっとね、この時点で何言ってるかあんま分かってないですよね。まあまあまあ、そういうもん。とりあえずもやっていくしかない。な。よーい、と。よし。ルールとして AN は1を加えた数ね。AN-1 に1を加える。この思考を繰り返した後に A0 から AN-1 が逆行列を持たず、 AN は逆行列を持つ。なるほど。情報の整理ね。情報の整理が大事。IJ 成分って何？そもそも IJ 成分って何なんやろな。ABCDEFGHIIJKIJ 成分って何？ AN とする。積んでんな。それとも IJ なのか。ちょっとわかんないっすよね。でも命題にはこう、ごめん、命題には公式集っていうのがあんねんな。あ、これや。この公式集は問題と無関係に作成されたものであるが、答案作成にあたって利用しても良い。ただし、ここにね、行列式が書いてるかもしれんからな。ライアン系 IJ 成分って何？ IJ 成分って何？あ、待ってね、問題見たら、ちょっと待って。問題に、第1行の成分がいずれも、俺の予想は、この縦の、これが I 成分で、これが J 成分なのでは。もうそうしよっかな、もう一旦。ちょっとそうするわ、とりあえず。あ、
そういうことか。あ、ごめん。むっ、あ、なるほど。あ、これ住所なんや。今気づいた。11ってことは、11やったらここか。12やったらこうってことかな。今気づいた俺多分。21やったらここか。22やったらここや。おお、溶けた。だからどの成分に一応助かるけどね。うわー、気づき。はい、逆行列を説明しておきます。逆行列って何かっていうと、ある行列 ABCD に対して AD-BC 分の1に、行列 D-B-C-A をかけたものというのが逆行列ですね。はい、これはもうね、覚えちゃってくださいね。ちなみにね、このね、覚え方としては、顔文字に見えるっていうね、アスキーアートの絵文字が、このロボットアームとお茶を持っている。そんな感じで僕は覚えてます。はい。はい、こう聞いて、逆行列を持つっていうことは、ここは、0分の1にはできないので、つまりこれは AD-BC。この分母がね、0ではないということが、逆行列を持つということになるんですね。はい。逆に AD-BC が、0であれば、持たない。獅子16通りのうちの4やから4分の1やね。はい、出ました。 P2 っていうのは、A0A1 の逆行列がなくて A2 に逆行列を持つということなんで、その条件を書くと、まあね、こんな感じなんです。もうこんな感じ、16通りの行列のパターンがあって、それぞれね、これとこれとこれとこれが条件に当てはまるって感じなんで、答えは16通りのうちの4通り、つまり4分の1。まあ多分これはね合ってると思う。正直これ誰でも解けます、書き出したら。はい、まあ本番はここからです。はい、じゃあ2番いこう。 A-1 の試行を繰り返した後に AN-1 の第1個の成分がいずれも正で、第2行の成分はいずれも0である確率。ちょっと待って、ちょっと何言ってるか分からないから、こういう時は図示していこう。こいつのね、やっぱ作文者が何をしたいか、これをやっぱ理解する必要がある。そのためにはまず書く、書いてみる。AN-1 の第1行のこの横、第1行の成分がいずれも正、ここが正で、第2行の成分はいずれも0、この状態になっている確率を求めようということですね。はい、あ、そっか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 。ちなみにこの問題ってあれか、逆行列全部の成分が、この問題の法則性ってさてはあれか、俺これ解けるかもしれない今となったら。逆に、なんか俺分かったかもしれない、これ。なんかね、これ言語化するとどういうことかっていうと、こことここにしか位置が加算されないってことやから、カードで言うとカードの11か12しか引かないっていうことやんな。あ、なんか頭良さそうなこと言ってるね。引く2か、多分こうなると思うんやけど違うかな。これがカッコ2の答えじゃないのかな。でも開始からまだ1時間も経ってない。いいよ。まあ、こっから地獄を見る可能性もあるんですけどね。じゃ、結局 PA っていうのは何かっていうと、つまり、俺これさ、俺解けるかも、俺これマジで。俺多分何点間違ったかっていうと、多分 IJ 成分のことでもしかしたら理解してなかったかもしれない。当時。で、いよいよね、今、カッコ3を解いてるんですけど、直前のパターンが大事で、その条件を満たす直前の状態がどういう感じなのかっていうのを妄想するのが大事なんですよ。うん。もう、今すごいなんか熱入ってるんですけどね。まあなんかもう、すごいね。まず1個目が、成分1つパターンで、これね、全部同じとこの数字が足されるパターン。つまり10回やったら10回だけ11が出るパターン。で、2つ目は、成分が2つパターンですね。でこの時注意しないといけないのは、対角の成分は絶対にかけたら0にならないといけないね。これはダメね。この A00、これはダメ。これは、この時点で逆行列を持ってしまうので、これはダメなんですよ。ダメなんですよね。だから、あとはそれぞれね、確率を求めていくと。で次、この状態で逆行列を持つということは、成分2つパターンの場合、
次逆行列を持つためにはこの00の どっちかが1になればいいから、4通りのうちの2通り候補があるっていうことなんで2分の1なんですよね、多分ね。ってことは2分の1かける4かける4の n 引く1乗分の2の n 引く1乗引く2、多分これでいいと思うね。で足したら多分出てくると思うねんな。あ、 PN、 あ、出た出たかも俺これ。でも PN はこれ足すこれやから4分の、うわ、なんか出た出たぞこれ。え、待って、こんなんでいいんかな。え、ちょっと俺マジでよろ、なんかそわそわしてきた。うん、世紀の大発明というか、今開始からね1時間です。というわけで答え出たんで、ちょっとこれ聞いてみたいと思います。答え、あ、もしもし、回答出ました。4の n 引く1乗分の2の n 乗引く3。4の n 引く1乗分のとなると、回答と記載方法が違うので今確認しております。ありがとうございます。確認しました。はい、お願いします。花尾選手、はい、11年前の雪辱、はた、はた、仕事に成功しました。マジで、賢っ。ちょっとね、結論、社会人になったら論理力は上がるよ。